浜松市の73歳の女性が現金およそ2000万円を騙し取られる詐欺被害がありました警察によりますと先月8日浜松市中区で一人で暮らす73歳の女性の自宅に犯罪被害防止センターの職員を名乗る男からあなたの個人情報が流出していると電話がありました その後、複数回弁護士費用などを求める電話があり女性は数回にわたり現金合わせておよそ2000万円を自宅付近に訪れた若い男に手渡ししたほか指定された口座に振り込んだということです女性から男と連絡が取れなくなったと相談を受けた家族が警察に通報して詐欺と気付いたということです 県内ではおとといまでに140件の特殊詐欺被害が確認されていて被害額はおよそ2億8000万円と去年の同じ時期と比べ1億円以上増えています。